子育て世代が忙しいっていうことを聞いたんじゃないんですよ子育ての時代というのはその誰にとってもこれからなんですよね認定し得る計画との評価を行っていただきました労働者の安全取れないじゃないですか大竹のもっといた放題火曜日はこの時間も引き続きフリーライター武田佐哲さんです佐哲さん今日のテーマは政府が 大阪のの IR 整備計画を認定その問題点、はい、と先週、まあ、大阪のです、ね、夢島に、まあ、カジノを含む統合型リゾート、IR というのを整備する、まあ、大阪市府の計画を、まあ、国が初めて認定したというのがニュースになりましたが、うんはい、2029年の開業を目指しているということなんですけど、カジノでっていうと、いや、IR でっていうふうに返ってくるんですが、うん、まあ基本的には、まあ、このカジノ、うん、賭博にすがった開発であるということは頭に置いていく必要があって。うんうん まあその他に6000人以上収容の国際会議場とか劇場を設けるけれども、年間売上見込みのですね、約5200億円のうち、カジノでの設けは8割程度だというふうに考えられていると。岸田さんは IR は国内外からの多くの観光客を呼び込むものとして、我が国が観光立国を推進する上で重要な取り組みだというふうに書いているの言ってるんですが、 まあ国はですね、最大3か所での開設っていうのを最初狙ってたんですが、やっぱりまあ住民の反対も強くて、和歌山県とか横浜市などでは、うまく動かせなかったところも多いんですけれども、今なので手を挙げたのが、大阪と長崎県だけで、長崎は今回はまあ認定されずに継続審査になったと、先週ここでまあ統一地方選の前半戦の話をしましたけれども、大阪府知事選、市長選、いずれもまあ維新の会が勝利したということで、 ただまあ、その選挙戦で IR の話がどこまで議論されたかというと、実はそこまで議論されてなかったという話もしたんですが、まあ結果的に勝った後にはですね、吉村府知事は、誘致を進めることに一定の民意が得られたと思っているというふうに述べましたけれども、まあでも IR の誘致についてアンケートを取ると、やっぱり賛成反対が拮抗していると。でまあ、これあの、自民党側もやっぱり維新の会があそこまで数値を出すと、やっぱりこう、近づけておこうとか、まあそういう政治的な材料としても、 まあこの IRUG っていうのが使われているのではないかとも思われるんですが、うん、まあそもそもこの,、えー、この整備計画はですね、うん、まあ埋め立て地に作ってるんで、うん、まあこの液状化なんかをこう対策しなくちゃいけないっていうんで、うん、まあ約790億円を大阪市が負担することになったと。まあ、今後、公費の負担が増える可能性もあるという状態なんですけど、でまあ、今回この国の認定を受けたんですけど、この審査報告書では厳しい指摘も多くてですね、うん ちなみにこの国土交通省が公表した報告書というのは、えー、1000点満点のうち、えー、600点以上で認定しますよという報告書なんですが、うんうん、この大阪府と市の計画が何点を取ったかというと、うん、657.9点と<お>、まあ、ややギリギリセーフと。うんうん、そうですね。で、6段階評価で上から3番目の B、AB の B ですね。S,、うん <S, まあ S、スペシャルと A と B の 3番目の B、優れているだったと。うんうん、で、点数がやや低いのを見ていくと、えー、観光への効果と、地域との良好な関係の構築の取り組みと、依存症対策など、これがやっぱりちょっと低くてですね、うん、依存症対策なっていうのは、150点満点中、は90点だと。で、地域との良好な関係の取り組み、50点中、ま、27.1だということなので、まあ、これ、 今のところですね、年間の来場者を、えー、約2000万人で、うん、経済効果を年間1兆4000億円と見込んでるけれども、これについても報告書では、これは意欲的な数字だと。はい、あの、これはもっと精密な、うん、あの数値の出し方が求められると。うん、でこの経済効果っていうのは、これはもっと下に触れる可能性がありますよということは書かれてるんですけれどもね。うんうん、この地域との両関係がやっぱりうまくできてないというのと、うん、依存症対策が そこまでできてないですよという報告書の内容から見ると、もう来場者これだけ来て、こんなに経済効果ありますよっていう、そこにあの素直に結びつけるっていうのはどうなのかなと思うわけですが、で、こうなるとやっぱりこうメディアの報じ方っていうのも問われるわけですけど、これあの IR の,にの誘致をめぐってですね、MBS 毎日放送の記者が、不動産の鑑定業者に取材して得た回答文書はですね、 市の職員に提供していたという問題が浮上してるんですね。こういった問題が早速出てきてるのを見るとですね、うん、とりわけまあ地元のメディア、大阪のメディアがきちっとこういう問題を本当に追及できるんでしょうかという疑問もですね、現時点で出てきてるんですね。ああのー、ちょっと視点を変えて、えー 世界のカジノは、今どうなってるのかっていうデータも知りたいですよね。うん、しかまあ今オンラインでみんなカジノできますから、うん、まあそこの現場にそこまで行って、うんうん、そこでこう、こう金をいろんなことに払ってっていう形とはまた変わってきてるわけです。それこそコロナ禍の中でね。なるほど。うん、いや、俺がその、なんていうのかな、今噂でしか知らないんだけど、 火事のあちこちの国にあったりするけど、うん、全部が儲かってるわけじゃないっていう、結構衰退してるところもあるっていう話も伝わってきてるのと、えーうん、それから、ま、町そのものが、うん、なんかこう、まあそこに住んでる人も、ちょっと気軽にできちゃうわけですよね。えーえー、まあ、それで気軽にや 後にやっぱり依存度が高くてて依存症になってしま度も高くなるし、はい、でもう一つ言えば、うんまあ、そこに住んでる人も結構使っちゃうだろうと、こにお金を、その時のことをどう考えてるのかっていう問題もまだありますよね早速出てきた問題で、僕がびっくりしちゃったのが、この IR について、大阪府と市が提供するこのイメージ図と動画にですね、うんうん これ美術家の奈良義智さんと村上隆さんの作品をと告示したデザインというのが使用されていることが分かったと。うん、これ奈良さんのご本人のツイートで、うん、いや、僕はこんなの許可してませんよ、ということで明らかになったんですが、うん、これ奈良さんが青森県の美術館の屋外スペースに設置した青森県と、まあ、県が犬の大きなオブジェがあるんですけど、はい、それがあの普通にブあのイメージ映像に出てくるんですよ。うん、僕もそれニュース番組で出てて、見てて、うんうん、あ,あ正直、あ こういうの参加されるんだっていうふうに思ったんですけどまあでも実際にはそんなことなくてこれ勝手に使ってたとよくその番組の企画書なんかで最初の段階であの人呼びたいこの人呼びたいとかって言って実際そんなうまくいかないから最後の企画書もちろん正しくして流すってことありますけど許可取らずにそのまま流してたっていうんですね 昨日ですね、うん、この、まあ、IR のイメージ図動画について運営側である日本 MGM リゾーツというところが文書を発表したんですけど、使用を承諾してない旨のご指摘がありましたと。うん、で当時の権利勝利の状況等につきましては引き続き調査中ですが、えー、ご指摘のとおり、しかるべき承諾を得ていない可能性が高いと考えておりますと。うん、今回の使用はひとえに当社の不注意によるもので、決して適切な 手続きを減ることなく無断で使用する意図はございませんでしたっていうふうに。花からつかっていう。不注意っていうのはなかなか無理があるだろうと。で,ね、で、これ思い出すとですね、うん、まあ東京オリンピックいろんなトラブル問題ありましたけど、うん、まあその最初の発端の一つとしては、うん、まああの、デザイナー自身は否定してましたけれども、このエンブレムのね、東洋問題で、うんはい ま、その組織委員会が使用を中止したという件が思い出されますけれども、本当にその権利問題について、まずこれだけ適当なスタートをしたということは、ちょっと覚えておかなくちゃいけないし、この IR についてはこれ皆さん忘れがちなんですけど、すでに汚職事件っていうのも起きていて、これはあの、秋元司衆議院議員という方が、ま、当時内閣府の副大臣だったときにですね、まあ、 この IR 参入を目指した中国企業に、うん、まあ、賄賂を受け取っから賄賂を受け取ったと。うん、そうやって、まあ、実刑判決が出てると。うん、そういうこともあるわけですよね。そう考えると、うん、まあ、この、今話したこの点数的にもそんなにいい点数をもらったわけではない。うん、そして、まあ、早速こういう、まあ、文化芸術の場面で、そういう、うん、まあ、勝手に許諾せずに使っちゃってるっていうのが出てきた。うん、で、以前こういう問題も起きてたよねっていうことを考えると、うんうん、なかなか、万歳。 よし、楽しみっていうわけにはいかないんで、うんはい、やっぱメディアの追求というか監視というのがやっぱり引き続き求められますよね。うん、俺みたいに、あの、若い時にパチンコにずっとハマって抜け出せなくなったとか、うん、それから外国のガム行った時にスロットマシンからこう離れられなくなったみたいな男がいるとしますよね。 でただでさえだから自分では近づいちゃ危険だって思って、うん、競輪も競馬もやらないで遠ざけてたのに、うん、ものすごい近場にむしろ近づいてきますからね向こうから向こうから困ったな、うん、以上大竹のもっと痛い,い放題でした、うん、明日水曜日は伊藤佐子さんです佐藤、えーえー、日本共産党の山下由紀です。 大阪の知事選挙、市長選挙直後の14日、大阪府市から提出されていたカジノを中心とする IR 施設の区域整備計画が政府によって認定されました。斉藤国土交通大臣、選挙の結果を見て認定したんですか。統一地方選の結果を受けて、計画の認定を決めたと。 といいうことでは全くございません選挙中に大阪で行われた IR に関する世論調査では、読売朝日の調査では反対の方が多く、前にしては賛成が多かったです。また、選挙の出口調査でも IR について賛否が拮抗し、分かれました。 この選挙結果は、大阪府民が IR カジノに賛成したことを意味するものではありません。そこで、今回の大阪の IR カジノ計画の認定は、果たして厳格に審査されたのか、あ何点か正したいと思います。まず、ギャンブル依存症対策について、えー、質問します。日本で依存症対策の中心的な役割を担っている、独立行政法人国立病院機構の栗浜医療センターが推定した、日本におけるギャンブル等 依存症割合は2.2%となっております。大阪のカジノ計画の年間入場者数は1600万人なので、かなりの数の新たなギャンブル依存症患者、深刻化する患者が生まれることになります。ギャンブル依存症対策というんだったら、どれほど依存症患者を生まず、増やさず、減らすか、これが問われると思います。 えー、斉藤大臣、大阪府市が計画し、大臣が認定した、日本で初めて作るカジノでは、依存症対策によって、何人増えるはずの患者を、何人、 減らすことになるんでしょうか。斉藤鉄夫国土交通大臣、山下芳樹君。あの、私が問うたのはですね、あの、新たに作るカジノによってですね、ギャンブル依存症患者が何人増えるのか。その増えるはずのところをですね、紹介された対策で何人減らすことになるのか。この数字を聞いているんです。今回の、あの、審査委員会の、<あ>えー、評価の中に、まあ、この対策によって、まあ、どのよう、その、具体的に何人、 いがあ、その依存症になり、それを何に減らすかという具体的な数字は出ておりませんけれども、えー、IR 整備法で、えー、指定されたあ、この依存症対策のいろいろな、あ 観点からののいいいいいろろな仕組みが入っている、まあ、ここよううに、えー、評評価価委員会ででされたということでございますカジノを作ることによって何人依存症患者が増えるのか、そして対策によって何人、えー、患者を減らすことになるのか、それは出てないと、この計画では。そうなんですよ。出てないんですよ。私はね、日本で初めてカジノを作ろうというのに、どれだけ依存症患者が生まれるのか、それをどれだけ減らすのか、そのためにこういう対策をするんだということすらないっていうのはね、あまりに無責任だと言わなければならないと思うんです。 それから先ほどですね、利用回数制限というふうにおっしゃいました。しかしカジノは24時間営業ですよね。で、1回の利用の上限時間は24時間です。従ってですね、月曜日の21時から火曜日の21時前まで利用し、次に水曜の21時から木曜の21時前まで利用し、さらに金曜の21時から 同様の21時前まで利用すれば、制限の3回の利用で、月曜日から土曜日まで週6日間、合計72時間、カジノに入り浴びざることができるということになるわけです。ですが、入場料6000と言いますけども、依存症患者は、例えば競馬なら、1回20万円とか、40万円をかけるのはザラですよ。カジノはさらに、桁違いの高額な掛け金になりますから、6000円の入場料ではほとんどハードルにならないと、そう思います。その上で具体的に聞きますが、 この IR 事業者が実施する対策にあります、えー、視認死人と ICT 技術を活用した問題あるギャンブル行動の早期発見とは何でしょうか。国土交通省原井川観光庁次長。カジノの入場というか IR の地域に入るときの入場で、顔認証とかですね、いろいろな、あの、情報でもって、えー、入場者を把握した上でですね、カジノの中での、あの、行動に、えー、おかしな点がある場合には、あの、その状況を把握して、 適切にに対応すするるとといいいうううことがあの行われててまののでそういうものを想定した計画になっている大変抽象的でしたけど、私がレクチャーで聞いたときには、これどういうことをやるんですかって聞いたら、駅債として暴れる、周りに迷惑をかけるなど、あまりにギャンブルに傾倒している人に、まずお声がけから行うと。失礼にならないようにって言うんですね。しかしね、 エキサイトもしないで、暴れることもしないで、静かにギャンブルに傾倒する人はいるんですよ。そういう人には声もかからない。でするから、これで制限していくってことにはならないと思います。それから、同じくですね、掛け金額や滞在時間の上限設定を可能にするプログラムの導入とありますけども。も具体的にどうするかっていうのは、これから細かいところが詰められていくんだろう。これからなんですよね。で、じゃあ、このプログラムにおいて、利用客の収入や資産に見合ってですね、 制限するということはやるんでしょうか。具体的な対応っていうのはこれから検討されるものだというふうに考えています。考えられてないということですが、私がレクチャーで聞いたときには、この所得資産に見合った制限は考えてないということでしたので、これ考えてないんだったらね、あの、効果的な上限設定はできません。え、それでは大阪府市が実施する対策はどうかと。普及啓発の強化とありますけれども、ギャンブル依存症にならないために、 カジノには行かないようにしましょうという啓発はやるんでしょうか。大阪府市の取り組みなので、えー、そういうものが入っているかどうかまでは現時点では把握しておりません。 入らないと思います。あのー、高校生向けに大阪市が出したね、リーフレットには、カジノは娯楽ですと。行かないようじゃなくて娯楽ですよと。気をつけて楽しみましょうという趣旨のものがあ出されましたから。えー、レクチャー受けたときにも、行かないようにとは啓発しないでしょう。カジノに行ってもギャンブル依存症にはならないよう注意しましょうという啓発になるというご説明でした。しかしね、カジノに行ったら、そのうち何がか、あの、必ず依存症になるんですよ。ですからそういう、行っても注意しましょうではね、これも対策にならないと思います。 それから大阪府市の対策では、過少大阪依存症センターを新たに作って、医師・弁護士に相談できるようにすると聞きました。ただその後の継続的な相談や治療は、各市町村や医療機関で受けることになるとのことでした。そこで聞きますが、それでは大阪全体で相談や治療に当たる、 カウンセラー、医師、看護師を、それぞれ何人増やす計画なんでしょうか。センターの設置というのは、あの、大阪の計画に入っておりまして、審査委員会でも評価されているところですけれども、具体的なそのお医者さんの数とか、カウンセラー等々につきましては、あの、現時点では決まっていない。これも決まってないということなんですね。 あの、カジノを作ることによって、依存症になる人がどれだけ増えるのか、資産もしない。依存症対策としての啓発も、カジノに行かないようにとは言わない。ええ、行っても依存症にならないようにというだけ。そして、いざ依存症になったときに、相談治療に当たるカウンセラーや医師、 看護師がどれれだけけ増えるのかもかもわわらななないととくしと言わなければなりませんで、そもそもですね、ただでさえコロナで大阪の医師看護師が足らんことが明らかになったのに、ギャンブル依存症対策までやらさんといてと、大阪では医療人から怒りの声が上がっております。結局、 依存症になるのも自己責任。治すのも自己責任ということに私はなっていると言わざるを得ません。で、それがどういう事態を招くのか。2013年の WHO 世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合的研究の中で、ギャンブル依存症の調査結果が示されております。えー、ここにあるより年齢階層ごとのギャンブル依存の割合を見ると、男性では25歳から29歳が10.8%、30歳から34%が17.2%、35歳から39歳が10%、 10.0%40 歳から44歳が 14.0%45 歳から49歳が9.2%と他の世代では一桁台なのに25歳から49歳までの子育て世代でギャンブル依存の割合が顕著に高くなっております女性でも全体的に男性より低いですがやはり子育て世代が高くなっております仕事や子育てのストレスを解消しようとギャンブルに手を出した 子育て世代の中で依存症になる方が多いと考えられます。えー、子育て世代がギャンブル依存症になったら、もうその影響は計り知れないですよね。えー、子供の将来の教育のためにと蓄えていた貯金に手をつける。会社のお金にも手をつける。あるいは、ああ、育児放棄や虐待も起こるなどですね。もう本人だけではなくて、子供を含む家族全体が不幸になることも少なくありません。今回の審査委員会では、大阪依存症センターを設置することや、 まあ、MGM の経験を踏まえた様々な依存防止対策が経過さ計画されている点が審査委員会でも評価あされ、まあ、この第三者性のある審査委員会で,のでも評価されているということをあのお伺いさせていただきますで。先ほどのご質問につきまして、えー、その子育て世代の依存症については、ちょっと私認識を持っておりませんので、ちょっとお答弁を控えさせていただきたいと思います。深い 解説をせよと言ってるんじゃないんです。これ実際に WHO の、あのー、調査に基づくですね、あのー、資料の一環として出てるんですが、明らかに子育て世代のギャンブル依存の割合が高いんですよ。私は仕事のストレス、子育てのストレスというのが背景にあるんじゃないかなと思うんですけども、これ実態としてはこう、こういう事実があるわけですよ。ま、今回のこの依存対策、うを、まあ、しっかり、ええー、行っていくこと。 依存防止対策をしっかり行っていくことということが改めて必要だということを感じました子育て世代で依存が高い、割合が高いと、この感想認識です、あのーまあ、確かに子育て、えー、私の経験からしても子育て、えーえー、をしているときというのは非常に、まあ、いろいろな大きなあストレスがあったり悩みがあったりするものでございますけれども、まあのーまあ、今回、この IR う整備法に基づいて計画された計画の中で、えー、依存、対策、依存予防対策、依存、依存、依存防止対策が、ああしっかりと、おぉ、施されているということについて、ある程度の評価が、ああこの審査委員会で得られたということと、それから審査委員会が今回意見書をつけておりますけれども、その意見書の中にも、この依存、依存防止対策について、 これからも新しい知見に基づいてしっかり行うことと、まあ、このようなあ意見書がつ,かあのついたものと、このように認識しておりまして、この依存うん防止対策について、これからもしっかり取り組んで、えー、その、 事業者にはですね取り組んでいただかなければならないと思っております答えになってないんですねいくら聞いても私が聞いたのは子育て世代が忙しいということを聞いたんじゃないんですよ子育て世代がギャンブル依存の割合が他の世代と比べて顕著に高いとこれについて認識を通ってるんですけど子育ての時代というのはその誰にとっても非常に えストレスが多かったり、ご苦労が多かったりするということの表れかなとも思いますけれども、まあ、今回のこの計画、大阪の計画に対しても、審査委員会から、 この依存防止対策について、えー、しっかりこれを行うようにという意見が、あだ意見書がつれた、あの、書かれていたということも申し添えさせていただきました。えギャンブル依存症のね、実態をね、私この専門家の数字まで突きつけて言ってるのにね、子育て世代が一番割合が多いっていうことを事実をもってね、示しているのに、そのことに言及されない。不都合な真実には、 目を向けない。それでね、カジノやっていいのかと。認定していいのかと。言わざるを得ないですよ。なんでそれが言えないんですか。そんなことで対策なんかできるはずないですよ。今でも、ギャンブル依存症が、こういうふうに子育て世代を苦しめてるんですよで。さらに新たなギャンブル。より社交性の高いカジノを作ったらね、子育て世代に新たな苦しみを与えることになりますよ。それは、斉藤さんが所属する党が、一生懸命訴えている子育て支援にも、真っ向から逆行するし、岸田政権の次元の異なる、 子育て支援。この、真っ向から反すると思いますよ。そのことをね、なぜ直視して、どうするかということを考えないのかということを、本当に私は、え憾、ー、いかんに思います。えー、次に進みたいと思います。あの、夢島の土壌問題です。火事の予定地の夢島は、大阪湾の中に、 埋め立てられた島なんですけども、大阪は高度成長期に深刻な公害が、あの、起こりました。安治川や、木津川沿いに隣立していた工場や造船所からの廃液が、河川や大阪湾に堆積をいて、しておりました。この廃液でヘドロ状になった、河川や大阪湾の、底の泥、底質を浚渫し、埋め立ててできたのが、この夢島なんです。昭和四十九年から平成十年までの大阪湾に注ぐ河川における、 提出 PCB の定点調査結果を添付いたしました。提出の暫定除去基準10キログラムを大きく超える、あるいはそれに近い PCB が検出され続けております。まあ、今でも大阪港内の福町堀では最大値540ミリグラムという提出 PCB が検出されております。こういう PCB を含む春節動車の処分場として作られたのがこの夢島なんですね。 資料5、夢島の区分図を添付いたしました。2区が万博会場、3区の赤い部分が IR ー予定地です。浚渫土砂はこの2区と3区に投入されました。言うまでもなく PCB は発言性を有する猛毒であります。 ところがですね、IR 事業者も、大阪市も、この夢島の IR 予定地における、えー、土壌汚染調査、PCB の調査をやっておりません。やってないのに、夢島の土壌に PCB は含まれてないと主張しております。私はこれは、年間二千万人の IR 利用者の安全健康にとって、有識問題だと思いますが、斉藤大臣、深刻な PCB 土壌汚染の問題があるのに、なぜ、この場所で認定をされたんですか。土壌汚染対策につきましては、鉛、ヒ素、 フッ素が確認されていますが、あの、関係法令にのとって、塗装や盛り土による対策が予定されております。えー、審査委員会は、ご指摘の論点も踏まえ、申請者から対策等や関係省庁等からそれに対する意見を聴取いたしましたし、また、えー、臨時の、おその専門家の お先生方にも入っていただいて、えー、審査をしていただいたと、このように認識しております。その上で、審査委員会で認定し得る計画との評価をお行っていただきました。この評価を踏まえて判断し、認定をしたところでございます。また、調査等により、仮に今後、土壌汚染に関する新たな事象が判明した場合は、 関係法令にのっとり、適切かつ迅速に対処されるよう、あらかじめ対応策を幅広に検討しておくことを、審査委員会として求めております。私もこの、審査報告書を、結果報告書を見ましたけども、大臣おっしゃってるように、ちゃんと書いてあるんですよ。調査してないと。調査を省略しているということ書いてあってね。したがって今後、もし調査して出てきたら、ちゃんと対応しなければならない。しかしね、今後でいいのかということですよ。今からこれ工事、進むかもしれません。ここは、どういう工事が行われるかと言いますと、配道作業、 とは必ず起こります。土をどけるということですね、えー。どけなければならない。その時の従事する労働者の安全。どういうふうに担保されるのか。P. C. B. が暴露されるんだったら、労働安全衛生上。 ですね。防護マスクをね、えー、つけるなどが必要になるんですが、PCB がどれだけ入ってるかわからなければ、労働者の安全取れないじゃないですか。もう早く調査してないんだから、調査をしなさいということを、えー、指示すべきではないかと思いますし、えー、そのままですね、この土壌栓対策、このまま、よく私認定しちゃったなと思うんですけど認定に至る、あの、時までの情報ではですね、その今、IR が計画されている湯島3区において、その PCB が検出されたという事実はありませんので、えー、答弁者の方 全然この経過をご存知じ,じゃないようですね。調査してないんですよ。調査一本しかしてないんですよ。IR の予定値の横ですよ。地下鉄の駅の工事の時に追加にやっただけです。しかしね、IR の余地は調査してないんですよ。だから、今後調査して、もし出ればっていうふうに書いてるんですよ。報告書にもね。全く事実の経過をね、理解しないで答弁なさらないでいただきたい。えー、大臣。これはね、あの、本来は、あの、春節業者が掘り込む時に、どのぐらい PCB があるか、 資料を出してるんですね。提出していただければ分かるはずなんですけども、それもしない。土壌の調査もしない。それでよく認定をね、えー、したもんだと、私は思いますけども、えー、もう時間が参りました。あの、もっともっとこれやる、やらなければならない、鑑定価格の問題もあるんですが、私ね、認定はされましたけど、こうやって聞いてもね、まともな、あのー、依存症対策はされておりません。えー、土壌汚染対策も、今後ということになっております。 えー、これではね、とても認定できるような経過ではなかったあ、認定の撤回を求めて、えー、質問を終わりたいと思います。いい